ミルクサッカーアカデミーの上間でございます。ノーミルク佐藤でございます。やってまいりました、月刊 J3 11月号でございます。ありがとうございますね。ということで、J3 の11月どんな流れだったのかというのをね、先生の表で、はい、オリジナル表で振り返ってまいりましょう。ドン、うん、出ました、こちら。はい、はい、こんな感じになっております。ちょっとね、いろいろ増やしたところもあるんで、はい、まず表の見方からいきたいと思います。左側に18チーム、一番上、うん、秋田から一番下、セレッソ大阪 U23 まで載ってますが、うん、こちらは11月限定の順位表となっております。なるほど、こうなってるわけですね。はいはい、はい、で、うん、その右側に月間成績ポンポンポンと3つ、うん、なんかね、小数点付きのものがありますが、うんうん、こちらは、勝ち点、得点、失点を、1試合平均に、換算したものとなっております。11月の数試合の中でね。はい、そうですね、うん、で、得点と勝ち点に関しては1試合平均 2.00 以上のものを水色で書いており、うん、逆に0以下のもの 1.00 以下のものをピンクにしております、うん、ピンクはネガティブな要素ね。ポジティブなやつは水色。はい、そう、失点の場合は逆ですね、うん、1.00 よりもちっちゃい数字が OK で、 2.00 よりもでかかったらピンクっていう形になっております。はい、わかりました。はい、で、その脇にあるのが、うん、まあ、2、6、7月、8、9、10と、その月ごとの順位表をカラーリングで書いておきました、うん、2、6、7というのは2月から4月までってことね。そういうことでございます。 はい、あと今回は右の方に31、32、33、34と、どこ残り、この最終盤でどこのチームと当たるのかって書いてあります。出ました、一番面白い時期のやつだ、これ先生の表が生きる。そうなんでございます。 ありがとう。これ対戦カードまで、はい、はい、で、これ順番にじゃあちょっと見ていきましょう。で、左が戻っていただく月間成績でございます。本当に11月も皆さん覚えてるかと思いますけども、うんうん、11月の序盤のあの J3 ってめちゃくちゃあの得失点が生まれないスコアレスドローが多かった。あ、そうだったかもしれない。硬かったですね。そうですね、確かに確かに。だからもう失点が 1.00 以下のチームがもうオンパレードとなっております。確かに本当だ。注目は秋田ですよ、はいはい、うん、あ、ごめんなさい、岩手、グルージャ、盛岡です。岩手、うんうん、はい。なんか最初、ほら、初戦は4失点から始まったチームが、うん、よく考えたこの秋田監督がね、はい、試合平均 1.00 以下の堅固な防御陣作ってきたわけですよ。なるほどだ。11月は出て8-3。ね、うん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 、すごいことですよね。ここまで持ってきたっていうのが。日本代表、はい、ね、うん、そして、そのみんななかなかこう得点が取りきれないよって中、一番点取ってたのが、堅守とずっと言われ続けた、ブラブリッツ秋田。はいはいはい、試合平均 2.00。 うわ、取りましたね、取りましたね、で、そんな秋田と富山が1試合平均の勝ち点がトップだったと。お、富山11は強かったですね。よかったですね、はいはいはい、うん、でも秋田はさすがですね、こんな逃げ切ってんのに隙がない11月も、このね、しっかりゴールテープを切ってみせましたね。ところちょうどね、この、 あの2、6、7月もそうだし、8、9、10、そして今回の11月もそうですけど、はいはい、秋田ずっと上位トップ3の成績を保ち続けながら、月間成績でね、見ても、はい、保ち続けながら優勝までこぎつけたという形だったんですね。はいはいはい、すごいなと思います。逆に驚きなのがね、まあ、さ、うん、月間の17位見てください。17位、はい、ロアス熊本、うん、上位をずっと戦い続けていた熊本が、なんとこの終盤に、うん、お、本当だ、そう、1試合平均 0.33 の勝ち点しか取れずという形になっちゃったんですよ、ね、これは先生、追い込まねばいけないタイミングですもんね。ちょっとこれは痛かったですね、11月の成績は。だ、これはやっぱりですよ、マー、うん、さん、うん、はいはい、あの、もうマーさんといえば、もう昇格までの流れをどうしなきゃいけないかってことは、うん、やっぱ我々去年の、うん、横浜 FC の通信簿シリーズの、ね、あー、勉強になったやつね、あれね。あんまり早く順位を上げてね、活躍しちゃうと夏抜かれちゃうと。そうね、J2 の佐賀だ、 J3 の佐賀だと、それがね。ただ横浜 FC は、まあ、こうか不こうか潜伏して入れたと。ということで、ベテラン陣と若手陣がうまく組み合わせて、後半にブーストかかって J1 に行けたんじゃないかなと、という先生のね。そうなんですよ。非常にうなずける内容でございましたよ。と考えると、ね、はい、例えば9位、今回は9位だった相模原。相模原。最初10位から始まって、まだこうライバルされてないところから4位5位と悪くない位置にずっとつけておいて、後半にグーンと出た、ね、ステルス昇格、ね、これミールアカ聞いてくれてたなって思っていや、確かにあれよあれよという間にね、相模原、うん、悪くはないけど
昇格っていうとどうかなっていう位置に確かにいましたね。そうなん、それが急にもう結局11月終わった中で2位まで来ました。なるほどね、梅井選手は温存してたんじゃないですかね、本当は。そういうことかもしれませんね。そうですか。もう一個が、今月この11月2位だったこの富山さんなんです。富山、うん、最初も6位5位と悪くない数字で 9月だけ13位になりましたけど、うん、悪くない数字一応ずっと続けていきなりこうダーンと出てきて、また昇格戦線殴り込みに今もうボコボコ勝ち続けてます、はい、なるほどなるほど、ここも可能性あります、ね、はあ、そっか、上げてきたね、エンジン吹かしてきたね、うん、富山、うん、あとずっと潜伏し続けてたといえばもう一つ、はいはい、FC 今治ですよ、来た来た、はい、ね、ずっとこの7位、うん、8位あたり月間続けずっと守り続けたら、うん、気づいたら昇格圏間近なところの勝ち点までたどり着いてるという、うんうん、そうだよね、ま、だって全然可能性あるんだもんね、全然可能性ありますから、はあ、はあ、そうなんですよ、なるほど、先日我々ね玉城選手に、はい、インタビューさせていただきましたけどね、これもう言っちゃっていいやつですよね、もう言っちゃっていいやつ、そろそろ出ますよ皆さんね、はい、12月10日ぐらい前後ぐらいのところで出せるんじゃないかと思います、皆さん楽しみにしておいてください、もう本当笑顔の素敵なね、この写真の通りですよ、いや本当そうですよ、ね、うんうん、ちょっとこれ出る頃にはね、あの秋田今治戦の結果も出てますけど、うんうん、いや本当にすごい PK 対決とかとかぜひね見てほしいですね、秋田今治戦ね、ちょっとミルアカ震いするやつでしょ、武者震いになる、そうミルアカ震いするやつですから、はあ、皆さん見ていただければと思います、じゃあそしたらね、うん、そんな玉城選手、ハンホガン選手の顔も出てますけれども、うんうん、じゃあベストイレブンの方もちょっと見ていきたいなと思います、今回も用意していただいております、こちらドン出ました、ベストイレブン25節30節、はい、あ11月のね、はい、はい、うん、ということでございます、データで選出したということですね、総合的ということでございます、はい、ここまでね田中雄大、川崎周平、田中雄大、梅井大輝と来て、うん、こうなんと今月の MVP には玉城俊吾と、はい、まあ、プラス実はハン・ホガン選手も実は同率だったってのが、ね、なるほどね、はあはあ、でマーさんちょっともう一個お知らせさせていただいていいですか、はあはあ、これ各ね、はあはあ、J3 でもゴリゴリ言ってんだよね先生ね、あら J3 でも書類が上がっちゃってっかな、あらら、うん、J3、J2、J1 ちょっとそれどれでもちょっとお伝えしようと思いますが、はいはい、まあ、今年ね、じゃあなんでこの人がってことは一応言葉とかでもいろいろ伝えさせてもらってるし、はいはいはい、この右下のところにも各選手がなんでこう MVP だったよってこう選んだのかってこと言葉でも書いてるんですけど、うん、なかなか数値で見られなかったっていうのはあるじゃないですか、うんうんうん、まあ、今年ちょっとあまりにもね、過密日程になってしまったのもありましたけど、うんうん、来季どうにかミルワカを聞いてくださってる皆さんに、うん、そのなんかデータサイトちょっと簡易版みたいな感じでちょっと作れないかと思ってちょっとまたそろそろ動き出しております、何それ何それ、そう、あの各選手が一体その月どれぐらいのこうパス数だったのかとか、うん、へえすごいね、それできないかなと思って今ちょっと今頑張ってるところなので、はそれ見てもらったらそれをできるだけこうマンスリー単位とかでも出せるようにして、あ、なるほどね、だからあのマーさんと佐藤さんはこんな感じで、うん、毎回表彰してくださったんだってのが分かるようにちょっと仕立てられればなと思ってますので、あ、そうですか、お願いします。データマンですね。ありがとうございます。なるほど。はい、ということで、うんうん、ベストイレブンご紹介していきたいと思います。はい、はい、はい。まあ、ゴールキーパーは一番失点少なかったチームから毎回打点持ってきてるのと、うんうん、それでセーブ数とかセーブ率悪くなかったらもうその人でまあ決まるんですよ。なるほど。いや、もう後ろほぼ飽きてるじゃないですか、これ。そうなんです。あ、ごめんなさい。井岡選手のところが飽きてになってます。あ、そうだ、ごめんなさい。FC岐阜でございます。すいません。そうですね、そうですね。はい。はい、はい、はい。なんで、田中選手、秋田、ハンホガン選手、秋田、で、井岡選手、岐阜、で、鈴木選手、秋田、上原選手、今治という形のディフェンスラインとなります。いや、ちょっとボランチもこれ飽きたじゃないですか。秋田が多いんだよ。真ん中がそらいいとはぶち切り優勝するわ、それはこれでもあれだもんね、秋田が多いから減らそうとかじゃないもんね、ちゃんと数字で表れてる総合値、そうなんですよ、はいはいはい、本当にだから、はいはい、まあ、秋田が他のチームに比べると、うん、あのいわゆる主力結構固定してる部分もあるので、うん、その人がやっぱりちょっと伸びる傾向は確かにあるかなとは思いましたが、それにしてもただ逆に言ったら選手をね、こういう時期に関わらずちゃんとこう怪我なくやり過ごせてる方々はすごいよねっていう方にもできますから、ね、先生の算出の仕方だと試合数が多い方がちょっと有利、まあさすがに1試合2試合しか出てない人よりかは試合6試合の方がそれは上ですね、それはね、平均値を出してるわけ、
一応平均値出してます1試合平均とかにしてますが、ただそれでも得点数とかアシスト数が、ただあまりにも月間で多かったらそりゃそうだなっていう、ね、総合値だもんね。なるほど、はい、はいはいはい、ね、うん、で前線見ていけば、まあ、江口、はい、山田の秋田コンビのボランチで、うん、なんと今治で玉城福田という2人が入り、なるほど、田村亮介選手と中村亮太選手が入りました。今月ね、先月か、顔見たメンバーですよ、これダイジェストとかでもね。そりゃ、ね、そうですよね。で一応ベンチメンバーも入れてみましたと、うん、沼津の長澤選手と岐阜のパクソンスの両ゴールキーパー、うんうんうん、センターバックはここら辺も、まあ、ある意味ちょっと常連化してるところありますけど、はい、千田梅井の両センターバックに、まあ、石川選手で柳下選手が入り、うん、で大卒ルキの鹿沼選手、相模原がなんと今までこれベストイレブン毎月やってるから5回目なんですけど5分の3選出されてるって、これすごいですね。そこにモレラトと、岩本選手入って、八戸の安藤選手、富山の竹選手、熊本の浅川選手と入りました。なるほどね。ほう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 。でこれ今お伝えしたように、うん、これ5回目なんですよ、うん、選出が5回目、はい、うん、その中で、田中雄大が5分の5入りまして、はあ、で江口選手が5分の4と、はあ、まあほぼ年間の MVP もほぼこの2人のうちのどちらかにもなりそうだなと。まあそうですよね、ここはさすがにそうなってくるのかなと思いましたと、はあはあはあ、うん、そして今回のね、金の、金の牛乳瓶を送らせていただきましょうね。やりましょうか。来年くらいからそれできるといいですね、マジで。そうですね。業者さんお待ちしておりますので。よろしくお願いします。そうですか。はい。そして11月の MVP、うん、これは玉城選手の動画の方でも話してはいるんですけれども、はいはい、このね動画収録時点では自己最高、うん、11月終了時点では自己最高の彼同ゴールの7アシストを記録していて、はい、あ、なるほどね、すごいですよね、うん、最初のその金沢時代とその後 JFL 時代も含めた上で今年が自己最高だっていうんだから、うん、大成長ですよね。そうね、うん、ゴール関与数も、今治8得点あったのかな、うんうんうん、その中で5得点に彼は関与したってのもあって、うん、まあ、チームの中でも替えの効かない選手ということでも選手をしたと、ね、はい、いう形でございます。なんかね、玉城選手ね、この間聞けなかったことはまだまだてか、あえて聞かなかったこともたくさんあるんですけど、うん、そうなの、はい、あのやっぱ他の、うん、特にね、もともとこの三菱洋和時代とか筑波時代とかにも、うんうん、いわゆるまだプロでやってる同級生たちがたくさんいるんですよ。はい、なんかその方々となんかエピソードとかないかなとか、また聞いてみたりとかしてみたいんですよね。ロングインタビューも試みたいですね。これ本当そうですね、一回させてもらった方はね、もう慣れていただいてるってこともあるんでね、もしよかったらね、またロングインタビューもね、おいたちから、そうなんです、おいたちからやっぱこうちびっこがね見れるような内容もいいかもしれないね、はい、そうです。どうやったらこうサッカー選手、例えば息の長いサッカー選手をやり続けられるのかとか、確かにそうですね、聞いてみたいですよね、チームの中の話とかもゆっくりね聞きたいですから、だから、ね、聞きたいです。あとはやっぱり吉田健監督にちょっと聞かせてもらいたいですね、いろんな話とかね。ああ、いいですね。どうやって今年の1年乗り切ったんですかなんて話とかね。確かに確かに確かに、はい、確かにね。ということで、うん、なんとマーサー、はい、この今年のこの月間のベストイレブン単位で出す動画は今回が一応最後となります、うんうん、あ、そっか、一応12月もあるんですけど、そうなってくるともう我々としては年間ベストイレブンの時期になってくるので、アワードだ、はい、うわ、もう3回目を迎えますからね。そうなんですよ、そっか、もう FNS 歌謡祭の時期ですからね、もう我々のその辺は。そうなんですよ。あ、そういうことですね。だ、我々あれです、クリスマスぐらいの時期にちょっとライブ配信でなんかベスト、うん、あ、この、ね、あ、月間ミルアカ、ミルアカ年間アワードみたいなことができたらなと思いますので。なるほどね、あ、いいかもしれない、はい、やりたいですね。ライブ配信だと写真とかはもう用意したらいけないね、さ、大変ですね、これはね、これは大変ですね。その時期にしかも我々なんかイベントもなんか出るらしいですから、うん、いやいやいや、頑張りましょう、頑張りましょう、うん、ありがとうございます。今回こんな感じ、そもそも勝手にやってるだけですから、まあね、ありがとうございます、まあね、また応援させてください。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ということで、データとともにね、お耳で楽しんでいただくんで、いろいろしながらね、聞いていただきたい、ミルクさん。ながらで、ながらで。で、画面見ていただいてもいいですし、見なくてもいいことになってますんでね、先生ね。はい。一つこれからもよろしくお願いいたします。お願いします。さあ、この続きはですね、また、見る、データアワード、見るわけ、データアワードでご、お楽しみいただきたいと思います。というわけで、はい、今年最後の月刊 G3 でございました。井上真でございました。ノーミルク佐藤でした。高評価チャンネル登録よろしくね。それではまた明日、バハイのハイハイ、またでー。どうもー。